はい、えー、今日はですね、えー、2024シーズンの J3 で最も注目すべき選手、大、えー、江アルディージャ、4番の市原リオン選手のお話をしたいと思います。えー、長いお付き合いになるかもしれませんけど、えー、最後までお付き合いください、よろしくお願いいたしますということで、えー、ちょっとその前になんですが、えー、コメントで、えー、ちょっと長すぎると、動画がっていうことで、それについての言い訳をちょっとさせていただきたいんですけど、 えと動画視聴維持率というものがございまして僕、何度か10分とか、えー、15分の動画で出したことあるんですけど、えー、それをやったと、ね、ですに、ね、動画視聴維持率が、えー、1分とか、えー、2分というありさまでございまして、えー、とてもじゃないけど5割、4割をキープできなかったので今みたいなスタイルに、えー、落ち着いたということです。時、はい、時刻のようなあの時間を え、過ごさせてしまいますけど、申し訳ないはい。もうそれしか言えませんはい。あの、自分でもわかってますので、そこは。ごめんなさい。え、ということで、え、今日はですね、え、市原選手のお話をするんですけれど、え、4つトピック用意しました。え、それがですね、え、1つ目のトピックはこれです。え、冨安の背中を追うなあ、っていうこと。それが1つ目。2つ目、 あ、間違いだと思ったら大学に進学しろが2つ目のトピック4つ目市原選手が免許取得すると思うので市原選手におすすめしたい車種を会社それから国産車で1台ずつ紹介したいと思いますはいラインナップはこの4つから構成されますってことで え最初の一、えー、つ目のお話をいたします。えー、それがですね、えー、富安の背中を追うなってことでね。えー、まあ、そのアジアカップ等で、えー、富安選手の、あかなり、えー、この市原選手が意識してるみたいですけど、はい、バカですあなた、はい。まあ、市原選手だけじゃなくて、大宮アルディージャのサポーターも期待してるかもしれませんけど、 冨、えー、安とあなたは全然別の人間なので冨、えー、安選手の背中を追っても無駄です、えー、憧れたら超えー、られませんということで、はい、なんでね、えー、こういうことを言ったかというとです、ね、あの実は冨安選手ってあの市原選手は勘違いしてるかもしれないですけどあなたとは全然タイプも違います冨、はい、安選手はまさに、えー、日本サッカーが生んだ えー、なんていうんですかね。えー、まあ、特殊な編集というかあ、偶然の副産物によって生まれた選手なんですよ。あなたは違いますなれるかもって思ってるかもしれませんけど、えー、全く、あの、別の選手です。はいあ。もちろんね、憧れるのはいいけど、あ 憧れるっていうかね、あのー、なんていうんですか、冨安選手のああいうプレー盗みたいなと思うのはいいんですけどあの、憧れるのは本当におやめになった方がいいと思います。あなただってね、A, A 契約を勝ち取った、もうプロサッカー選手なわけだから。ね、そうですよ、えー。ということでね、ちょっと、あのー、冒頭でちょっと紹介し忘れちゃったんですけど、えー、と市原オ音選手の うん家族構成で言うと、お父さんが、えー、体育教師、えー。それでお母さんがいて、えー、お兄さんがいるんですよね。お兄さんの名前な、皆さん何て言うか知ってますミランさんって言うらしいです。で、リオンでしょ。多分、リオンからリオンになったんでしょ。ってことは、あなたのお父さんってサッカーバカ親父ですよね。間違いなく。えー、僕が女性だったら絶対結婚したくないですけどね。 <laughs> っていう、えー、くくりでこうお話ししちゃったけどあのですね実は僕があの市原選手のプレーをあの生では見てないんですけど映像で見た限りもうパッて思い浮かんだ選手が実はいたんですよ。ね、それが、あのー、今から発表しますけど誰かというと,、えー、っと今現在ヴィ、えー、ッセル神戸に 所属している、えー、岩波拓也選手です。全く似てるなと思いました。正直言うけど。この岩波選手もね、かなり、えー、ビッセルで若い時には期待されていた選手なんですけど、まあ、今みたいな感じに落ち着いてると。まあ、あのース、スタッツだけを見たら、まあ、素晴らしい経歴の選手ですよ。ねただし、周りが期待してたほどの選手になったかっていうと、うーん、まあ、 それななりみたいな感じででおそらく、えー、市原選手の完成形っていうのがそらく岩波拓也選手みたいな選手になるんじゃないかなって僕は予想してます。ね、だから冨安選手みたいな特殊編集ですよね,ね編集なんですよねあんな形になるかっていうとちょっと違うんじゃないかなと。で そんな、えー、市原選手に僕がやってもらいたいことは何かっていうとあのとにかく岩波選手のプレーをウォッチしてください。で何を見るかっていうといあなたの目から見た時に岩波選手の足りないところっていうのを見てあの岩波選手のうような間違いをしないためにどうするべきかっていうのをチェックシートに起こしてください。 それを、も、も、文字として起こして、えー、それを部屋のどこかに貼り付ける。で、今並選手のダメなところを見て、あ、こうならないために、ああ、こうしなきゃ、ああしなきゃっていうことを、毎日毎日課題を見つけながら、あの、過ごしてください。そうしたらうまくなります。あなた。ね、富安選手の背中を打っても、しょうがない、ね、え、これお父さん絶対同じこと言うと思いますよ。嘘だと思ったら聞いてみ。 親父さんに。ねえ。親父さん、たぶんまともなこと言うと思うから。ねえ。とにかく追うなえ、ね、え、富安は。ねえ。あなたの成長に妨げになるだけ。ええー、ということです。はい。で、えー、あともう一つ言うと、まあ、体内時計をきあの刻めるようにするってことですね。あの時計見なくても15分、うん、刻めれば、あのー、サッカーって、 前半と後半で45分ずつじゃないですか。それができると、サッカーから意識が離れる時間っていうか、極端に言うとなくなるってことなんですよ。これ実は僕、大学入試の時にやりました。体内時計刻める練習っていうの。ね、今でもできるんじゃないえー、ということでね、絶対やるべきです。はい。だから、岩波拓也選手のダメなところをウォッチして、あのー、 やっていけば必ずあななたは上手くなります僕も実は自分と似たようなあの YouTuber の人を見つけて自分とほぼほぼ同じような感性を持ってる、まあ、サッカー系の人だったりあ他の人のあやつを見てダメなところを見てあこれはやらない方がいいなっていうふうに、あのー、心がけてます、はい、上手い人の真似をしたって上手くなれないんですよよくね あのー、動画集客の人たちが、えー、サムネ頑張ってください。サムネ頑張ってください。クリック率上げてください。クリック率上げてください。っても、結局ね、無駄でした。僕の場合は。はい。結論から言うと。なので、追わないってことです。はい。じゃあ、二つ目。ね。納得できなかったら、本当に、親父さんに聞いてもらった方がいいと思います。はい。多分、同じような答え言うと思いますよ。ね。 じゃあ2つ目ですね。2つ目は、あ間違ったと思ったら、えー、大学に、えー、進学、ね。これどういうことかっていうと、えっ、ー、と、交代連上がりの子とか、えー、ユース上がりの子が、えー、そのまんまプロに行って、えー、プロで成功する確率と、えー、もう1つのルートでいうと、大学から、えー、プロの、プロ生活始めるっていう選手を見たときに、 どっちの方が成功しやすいのかなって考えた時に僕は圧倒的にあの大学経由で、えー、プロになった選手の方が、えー、今のあ J リーグの中では息が長くプレーできてるかなっていうふうに感じてますあの難しいルートではないってことですよあの大学ルートの方が、ね、実はあのこのユース上がりとか交代レーン上がりの子が、えー、その先で まあ詰まって結局引退っていうパターンの選手ってまあ数多く見てきました、はい。で、市原選手に意識してもらいたいのが、今自分がどういう立ち位置にいて、えー、自分が感じた感性と、まあ、親父さんですよ。親父さんの目から見たとき、全然やっぱお前通じてないよっていうものが、もしできたとしたら、U ターンしてください、ね。大学に行くっていうのも考えてください。 ま、大宮さんの場合だと、え、東洋大学さんとの絡みがあるから、東洋大学あたりに進学されるっていうのは全然悪くないです。選択肢として。これ間違ったかもって思ったら。これね、なんで僕こういうこと言ってるかっていうと、実は、あの、過去にね、実は長野、長野パルセーロのアンダー育ちの荒井光っていう選手がいたんですよ。彼がもし大学に進学してたら、多分、 違うサッカー人生歩んでたんじゃないかなと思うんですよ。まあ今頑張ってるけどね。その後悔もあるし。もし周りで、あの、的確な助言できる人間がいたら、ああはならなかったんじゃないかな。あともう一つ言うと、えー、その松本山雅にも浜なーー真央っていう選手いたんですけど、彼のプレー見た時も驚きました。もし彼が松本大学じゃなくて違う大学に行ってたら、 違うサッカー人生あったんじゃないか。だからこそね、市原選手には、えー、立ち戻る勇気。あの、もちろんね、山登りみたいなもんですよ。プロサッカー選手ね。頂上目指して頑張って、えー、進むけど。あ、ちょっとこのみルート違うって思ったら、引き返すっていうのもね、一つの大事な選択肢です。ね。 1>, 1秒でも長くプロサッカー選手とやりたかったらでやりたかったら、あのー、大学進学でいろんな環境の子と触れ合ってそこで自分を磨くっていうのもね一つの選択肢だし、あのー、もっと言うと自分が何で身を立てていったらいいのだろうかっていうのが、ね、はっきり見えてくると思うんですよ。これが最初からあプロだけの あ人たちの中で生きているとあの自分に対しての劣等感だけで終わっちゃうような気がするんですよねうんだから立ち戻ってくれっていうのがあ僕の条件です、はい、あと視野もね多少広くなると思います後退連上がりの子あるいはユース上がりの子っていうのはどうしてもね視野が狭くなっちゃうんですよ 広い世界を知らないから。うん。そそうですよね。大会知らないで、ね。あの、プロサッカー選手だけの世界で、えー、いれば、どうしたってねあの。考え方も、あの、狭くなって当然です。はい。っていうことでございます。はい。じゃあ、え三、ー、つ目。ええ四、ー、番目。 ねえー、市原選手がにおすすめしたい、えー、車、ね、免許を取るつもりでしょ、うん、どんな車をおすすめするかというと、ねえー、僕は、外、ま、車、あ、だったら、えー、世界最強の車、えー、フォルクスワーゲンのゴルフです、はい。市販されてる車の中で、庶民でギリギリ届くっていう。 うん車の中では絶対ゴルフが最強なんです。誰が何て言おうが。ねあの、やっぱドイツ車の凄さっていうのをね、感じさせてくれる車です。本当に。で、えー、国産車ではですね、えー、まぁ、あ、松です。えー、マツダ3、ファストバックか、マツダ3のセダン。ねえ。お好きな方を選びなお、お選びになったらいいんじゃないかなと。 思います、はい、でねこのあチョイスはちょっと理由があってあの市原選手がねちょっと違うかなと思ってもお母さんとかお父さんにお下がりみたいな形あるいはねお兄さんいらっしゃるからお兄さんにお下がりということもあできるわけですよ、その時に違和感がなくあのー、乗れる車だと思うんですよね、ゴルフもマツダ3も。ね あのね、やっぱりね、うん、車のね、ことでね、いちいち悩む必要、その悩む時間もね、もったいないです。若い時は。うん、誰がなんて言おうが、まあ、あの、フォルクスワーゲンのゴルフがもう最強です。うん、結局、ね、うん、あの、嘘だと思ったら聞いてみていいと思いますよ。プロの、ね、うん、車屋さんとかに。 ゴルフが最強だって言ってる人いるんですけど、本当ですかって言ったまあ大体、まあ、うん、まあ、悪くはないよって、多分言うと思います、本当に。うん、あ最後に、あの市原リヨン選手がねあの、怪我なく、えー、過ごせること、祈っております。はい、<laughs> 今回、いかがだったでしょうか。 えー、よかったら、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。えー、ご視聴、ありがとうございます。